い、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。コロナ関連の動画やツイッターを見て連絡をくれる人で、昨日は塾の生徒や保護者を話したんですけど、今回は塾講師からも反響はあったのかどうか教えてください。塾の先生からコロナに関して僕に情報をくれる方ってのはいらっしゃいますね。最近多いのはどこどこの塾は休みになりましたみたいな情報をくれる方はいらっしゃいます。休みになってコロナの感染拡大のリスクが軽減されたっていう話をいただいてるんで、それは全然いいんですけど、僕にですね悲痛な叫びを送ってくる塾講師の方が最近多々おりまして、どこどこに勤めてるんですけど休校にならないんですけどどうなってるんでしょうかとか、今これぐらいの広さのところに生徒が何人ぐらい入ってて、いや完全に3密状態なんですけど正直怖いんですけどっていうような、まあ、悲痛な叫びがですね僕の元にどしどし寄せられております。え、僕もいやもう休校しましょうとは言っても意味がないんで、いやもう本当お体には気をつけてくださいっていう結論しか言えないんですけど、実際にはそういうのたくさん来てます。あと注意喚起なんですけど、コロナでも開けるみたいな社内のメールをカメラで撮って僕に送ってくるのはやめてください画像もらってもですね僕ばらまけないんで、そのどこの塾とかは言えないけど、社内情報を送ってくるのはご勘弁ください。ただその社内情報じゃないと思えばそれは発信をさせていただく可能性もありますから、情報を送っていただける分には問題ありません。ただ、うん、写真とかはちょっと送ってこないでくださいよろしくお願いします。緊急事態宣言が出ている地域で開校している塾は何を基準に開校しているんでしょうか。広さだと言われているよねと床面積が1000平方メートル以上の施設に対しては休業を要請するっていう一応基準なんですよね。それ以下の場合は自主的な休業になってしまうんで、テナントの1階分だけでやってる塾とかだと1000平方メートルなんてまず超えないと思うんですよね。なのでその大義名分をいいことに開校してる塾ってのはあります。でも明らかに1000平方メートル以下の敷地面積しか持ってない塾でも休業してる、授業やってない、休校してる塾ってのあるわけなんで、線引きに対してどういう判断を下すかってのは結構会社によってまちまちだなっていう印象があります。僕が今いるこの東京とかいわゆる神奈川、千葉、埼玉と呼ばれてる地域においてもほとんどはやってないけど1000平方メートルを超えてないからという理由で開けてる塾ってのは数社見られます。国の線引きが甘かったのと、もうあとはもうなんかもう倫理観の問題ですよねどこまで国に協力しようとしてるか、社会問題に協力しようとしてるかってところが会社のトップに問われてるのかなっていうふうには思います。参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。